死賀松子は日本の女優。死賀松子の表記もある。本名、枝川隆子。幸子プロ所属。東京市神楽生まれ。都立高等火星女学校を経て、1944年に東京 IWCA 火星部を卒業。終戦の翌年の1946年、疎開先から東京都内に生まれて間もない子供と共に帰ってくる。夫は、 疎開先で亡くなっている。その後、暴夫の家族と生活していたが、自立を考え、好きだった演劇の道に進むことを決意する。義父が、作家の滋賀直也と親しく、女優になることを滋賀直也に相談したところ、小津安二郎監督を紹介される。滋賀直也が名付け親になり、芸名を滋賀松子とする。小竹大船撮影所に、 小津監督を訪ね、撮影所の中庭で、小津監督からカメラテストを受けた。1950年、小畜園劇課に入所。翌1951年、小津監督の映画、爆集で本格的にデビューする。以降、複数の小津監督作品をはじめ、数々の映画、テレビドラマに出演。後年、女優業と共に、構成を学び出版社のアルバイトもしていたという。 1975年12月25日、枝川博監督と再婚。2010年7月10日、夫の枝川と死別。2010年11月から12月まで放送された、フジテレビ系ヒルドラマ、花嫁の連に出演し、女優として健在ぶりを示している。爆衆左から原節子、淡島千江、志賀松子、井川国子大、大、大ベテラン女優。 志賀松子さんを紹介2010年フジテレビ系、花嫁の連公式サイトより、ありがとうございます。